カビが一気に繁殖してますね。そう、どうしてもせっかく集めてきたハウスダストだとかカビですね、そういったものをまた部屋にばらまくことになるので、こまめにこの夏を乗り切りましょう。お疲れです。カビバスターズ世良団長です。今日は今ちょうど5月の1日で、まあ、ゴールデンウィークの中休みっていう形で、まあ、休みの間にいない間に旅行から帰ってくるとカビの匂いがするとか、ゴールデンウィーク明けてからのカビ対策、そういったのを話していきたいなと思います。それでは行ってみよう。 GO!団長お疲れ様です。お疲れ様です。最近カビが生えたという問い合わせが多いんですけど、はい、なぜこの時期カビが生えやすくなるんでしょうか。あの春になってね、急に増えるってことですよね。やっぱり外の気温が上がってきた。で、まあカビって一番生息するのって20度から30度って言われてるじゃないですか。で、まあその外気温がその温度に近づいてきたのと、まあ冬が終わったんで徐々に湿度も上がってきてます。ですのでカビが一気に繁殖してますね。じゃゴールデンウィーク明けに気をつけるべきカビ対策って何があるでしょうか。まあ、外気もゴールデンウィーク明けるともう大体夜でも20度ぐらいになってくると思うんですよ。で相対湿度も 60% 超えてきたりとかしますので、例えばですけど部屋の隅とかですね、ああいったところって風が通らないんで相対湿度がどんどん上がってきます。部屋の隅とか家具の裏側ですね、ああいったところって空気が止まります。ですので家中風が通るようにサーキュレーターをちょっと使うとかですね、もうそよ風でいいんで下の方だけでもぐるぐる回ってれば湿度が溜まりにくくなりますので、まあ、湿度が溜まりにくいっていうことはカビも生えにくいので、そういったことを気をつけていただいたりすればいいと思います。それと観葉植物ですね、ああいったのはあの観葉植物に水分を与えますので、どうしてもあの観葉植物の周りですとか観葉植物の土ですね、ああいったものがカビが発生しやすくなりますので、外に出して天日干しするとかそういったことを心がけてください。まあ、それとハウスダストの中にはカビの胞子もたくさん入ってますので、種がなければカビは生えにくくなりますので、こまめに掃除をすることですね。掃除だとか、まあ、換気ですね。まあ、もう花粉も終わって外の外気入れやすくなってると思いますので、まあ、換気も1日2回か3回10分程度でいいんで、対角線で一番長い距離開けて換気も怠らないようにしてください。換気もあの前の動画で喋ってますけど、吸気と排気のバランスですね、そういうのを考えて正しく換気を行ってください。で、まあ、詳しくは前の動画でも喋ってますので概要欄に貼っときますのでぜひ見てください。まあ、あとあの掃除機ですね、掃除機のフィルターですとか、あのゴミが溜まってますと、どうしてもせっかく集めてきたハウスダストだとかカビですね、そういったものをまた部屋にばらまくことになるので、こまめにフィルター等も掃除して交換したり洗ったりしてください。あとこの季節から咳が出るとかいう問い合わせが増えてきてるんですけど、原因はやはりカビですか。まあ、一概には言えないけど、まあ、カビは多いんじゃないかな。今気密性能も高いし、今までね花粉とかが飛んでて外寒いんで締め切ってるんで、おそらく胞子の数は増えてると思います。空気質悪くなってます。ですのでそれを長時間体に浴びてるんで咳が出たりとか喉がイガイガとかするんじゃないですかね。カビはですね、あの長い間体に浴びてますと体調不良の原因になりますので、皆さんあの前回の動画でカビバスターズでは室内環境における心筋検査を行ってますので、心筋検査をしたい方は前の動画もチェックしてください。で、まあ、あの暖かい日昼間なんかエアコンもそろそろ使い出す家もあると思います。ですので、まあ、フィルターですとかああいったものをまずは掃除していつでもエアコン使える準備をしていただければいいかと思います。まあ、エアコンがね、まあ、カビを絶対、発生させないっていうのはなかなか難しいとは思うんです。カビが発生する原因っていうのはやっぱりあの冷房を使い出すとエアコンの中の冷媒のフィン、あそこが冷えます。
そこへ結露が起きるっていうことが起きますんで、それでどうしてもフィンだとか白っぽパン、あの辺がカビが発生します。次の動画でカビバスターズ名古屋の三好隊長がエアコンのカビ取りを分解洗浄をやる動画を載せる予定をしています。次の動画を楽しみに参考に見てください。愛知県近郊の方はカビバスターズ名古屋に言っていただければ分解洗浄させていただきます。カビバスターズがいる地域ですね、そういったところも各地にいるカビバスターズの方に問い合わせいただくと、エアコンの分解洗浄ですね、カビをきちんと取る、そういったのもやらせていただきます。カビバスターズがいない地域はですね、お近くのエアコン洗浄専門店、口コミなどを見て業者を選んでいただいて、この夏を乗り切りましょう。今日の動画はこんなところで終わりたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。カビバスターズの LINE 公式アカウントではご気軽にお問い合わせできますので、お友達追加をよろしくお願いします。